はいでは始めたいと思います皆さんこんばんは <laughs> ありがとうございます、えー、レクセン人工士弁理士の野富です、えー、今日はですねあのー、仕事も年収も勉強方法も一挙公開ということでまあ、弁理士のお仕事の話からまあ、弁理士試験というものはどういうものかまあ、どういう対策が必要なのかということについて約1時間なんですが、えー、少しお話しさせていただきたいと思います えまず今日越しになられた方たちはもう多分初めましてですかね。えー、まあいろいろネットとかで見て来ていただいたんだと思いますけどもえまあ初めてお目にかかるということなのでえまずちょっとこう私のですね自己紹介というかまあそこにちょっとこう仕事の話なんかも絡めましてえさせていただきたいと思います。 えっと、私はですね、まあ、レックのこうやって専任講師として、まあ、ここでもうずっと水道橋なんですけども。 生講義とマート通信ですね。えっ、ー、と初級から中上級まで全てえっ、ー、と担当対策からまあ論文対策、そしてまあ季節になれば口述対策もあの全て担当してます。で今初級から中上級の全ての講座を担当しているのはあの私だけなので、あのまあ本当にあの抱えてる受講生数が非常に多くて、毎年まあ随時初級も百名ぐらいはあのクラスにいますし、でまあ中上級者もそれぐらいあの抱えてます。 ますので、まあ、かなりたくさんの受講生の方と接するあの感じなんですね。まあ、その中で、まあそのいろんな受講生の方を見てる中で、まあ、短期合格者とまあ残念ながらこういろいろとこう意を曲折されている方なんかをあのたくさん見てきてるので、えー、まあその中でね短期合格する。 ためには、まあ、どんなことが必要なのかということを、まあ、自分の経験だけではなくて、まあ、その受講生の方と接しながらですね。まあ、こう、いろいろ自分のやり方とか、そういうことを、あの、考えてきているところもあるので、まあ、そういうお話もちょっとね、させてもらえたらなというふうに思っています。で、私は、あの、大学を出て、もうすぐに、あの、メーカーの知財部に配属されたところから、知財の世界に入ってまして。 でもうかれこれ2223年,年もあのこの業界にだからいるんですね。で逆に言うと、まあ、他の職種を知らないんですよもうずっとだからメーカーの知財部に入りで今はもうあの特許事務所の方にいるんですけどももうずっとその,あの所属する場所はあの。 まあ一個一個なんですけど企業一社事務所一社って感じなんですけどももうずっと知財の世界にいるものですから本当に知財の世界しか知らなくて。 うんまあ、そういう意味ではちょっとこう意の中の河津的な世間から見ればですねあのいろんな職種の方から見ればそうかなと思うんですけどもただ知財の世界はかなり長い方なので、まあ、この業界のこととかあとまあこの受験会のこととか、まあ、そういうことに関してはかなりベテランの方じゃないかなと思っています。で、えー、ともともとその企業の知財部に入ったのは、まあ、もあの自分の意思で知財部に入りたいっていう形で入ったわけではなくて。 えー、まあ新卒でしたから、まあ、新人研修があってでその後にこに配属先がこう発表されるっていうシステムだったんですけど私はもともとその知財部知財っていうことに関しては本当に素人で全く大学の時も勉強してなかったんですよねですから、まあ、配属先が決まってでまあその知財部に入った時に。 もうまずこう本をドンと7冊ぐらい置かれたんですよ一週、まあ、1日に一冊読めぐらいな感じで置かれてで、まあ、まず勉強しなさいということで、まあ、本当に特許とは、ね、商標とはみたいなところから入ってでまあ,あのずっと勉強するような仕事をしてるようなみたいな時期がですね何年か続いてでまあただ幸いだったのがすごく優秀な先輩が結構いたので。 OJT のような形で本当に付きっきりで実務を教わることができたのとであとそのまあこの世界は結構グローバルな仕事が多くてですねあの国内で仕事をするっていうよりも海外の仕事なんかも結構事務所に入っても多いんですけども私があのいたのはゲームメーカーだったんですよ。 でゲームメーカーっていうのは、まあ、ゲームのソフトの、ね、こ開発とかは、まあ、主にやってたんですけど、まあ、ハードとソフトと両方作るメーカーだったんですがそのソフトなんかだとすぐにコピーができちゃうので海海外ででで賊版がいいっぱいできちゃうんですよねでそのコピー対策をするっていうのが、まあ、業務の一番の目的だったので,でそういう意味ではその外国で権利を取るっていう仕事がすごく多かったんですね。 なので現地法人、まあ、海外にいっぱいありますからそういう現地法人を通じて、まあ、海外での権利取得っていうところなんかもできたので、まあ、最初から結構その国内だけではなくて外国での,その実務っていうところもあの勉強できたっていう点がまあ良、ね、かったかなと思っています。 でまあ、その仕事に関しては、まあ、企業の方とそしてその後も合格してこの弁理士の講師をすぐにやるようになったんですね。ですからあの企業の中ではちょっと副業とかがやっぱできないじゃないですか。 ですから、まあ、事務所の方に移ってで、まあ、今もずっとその事務所にいるんですけども、まあ、特許事務所の中で今度果たせなきゃいけない役割っていうのは、まあ、お客さんんのためになんですよね企業の中だとやっぱり自社製品のためになんだけども、まあ、事務所の中に入るとお客さんのためにということで、まあ、企業内実務とその、まあ、事務所内実務とっていうところで結構大きな差があって、まあ、入った時はちょっとねなかなか正直独特の世界観で。 企業で育ったものですから、あのちょっとびっくりするようなことも多くあったりとかですね。でもただあの仕事はすごく面白くて、まあ、国内だけではなくて外国の仕事なんかもさせていただいていて、でまあ、今はまず、あ、うう講師のあの仕事と並行しているっていうような感じです。で私もあのそういう感じでまあいろいろまたかけてねこう仕事をしてるんですけども。 今の弁理士の方っていうのはあのそういう企業内弁理士とか企業内で実務されてる方が非常に多くなってますよね。で昔は私が合格した頃なんかは企業に、まあいまあ、そのままいるとか企業の中でやっていく弁理士っていうのが本当に少なくて。 ほとんどが特許事務所の中で、まあ、実務をしながら勉強して合格して便利士になるみたいなそういう時代だったんですよねですから今の,この受講生の方なんかの層もだいぶ昔と変わっていてあの昔はもう本当にだからみんなどこ聞いてもどこどこの事務所で技術者やってますみたいな人たちばっかりだったんだけども今受講生の方むしろ特許事務所内にいますっていう方の方が少ないと思います。 で、うちのクラスは特に企業内の方が多いかなっていう印象ですね。まあ、あのどのクラスにも結構特徴があるんですけど、うちのクラスは昔からある特徴2つあって、1つは女性率が高いんです。まあ、これは私だけがこう女性の講師なので、まあ、こういう時代だから、ちょっとそういう安心面とかもあるのかもしれませんけど、女性率が異常に高いんですね。クラスによってはですね。結構そのもう本当にお得塾で。 あのもういませんっていうクラスなんかもその年によってはあったんですけどううちははもう常時3割は女性がいます弁理士全体では2割ぐらいが女性なんですけど受験会で言ってもかなり女性率が高いクラスであのまあそれは女性にとってもいいかもしれませんけど男性のモチベーションにとってもいいみたいでまあ男性にとっても結構ねそういう意味ではあのいい環境なのかなというふうに思いますね。 であともう一つ特徴的なのは理系率が高いんですねうちのクラス。あの文系で法律を純粋に学んできた方よりも全く素人で、まあ、研究職だったりとかあとまあ研究職じゃなくてもまあ理系出身なんですっていう方たちが非常に多いです。でそれはなぜかというといろいろ受講生の方の話とかなぜうちのクラス選んだのっていうようなねそういう話とかを聞くとあの私自身が あの法律系出身じゃないんですね大学の専攻が、うん、ですからもう本当に入っったたかからら法律ゼロからやったんですよですからもうその法律がゼロっていうところの恐怖心とかで何が分かんないのかっていうのが分かるんですよね自分がそう経験してきてるのでですからあのクラスの講座の特徴にもあるんですけど全体構造というのが2個もあるんですね この入門講座の一番最初の回っていうのが特許法に入る前に全体構造回っていうのがあってでそこはどちらかというともうクラスの先生に結構お任せでまあ割と自由に使ってもいいっていう2コマなんですよ。 で私が自分であの受講生として受けてた、まあ、そう言ってももう二十何年とか前だからだいぶ前なんですけどその頃の時代はそういうのがなかったんですがで今はまあその全体構造会があってでそこはですね多分他のクラスの先生方はあのざっくりとちょっと知財学びましょうみたいな感じで使われてるんだと思うんですね。 で私はまずもうそこからが自分のつまずきだったんですけどまず条文読んだことがなかったんですよね勉強始めた時、うん、で条文読んだことなかったしで法律用語がまるでわからないっていう状態で始めたのであの全てもなんか外国語読んでるような気持ちだったんですよじめ、まあ、権限とか言われてもこのあの地財の世界の権限って「ハラっぱ」っていう字を使うんです権利の権に「ハラっぱ」って書くんですよ「限る」っていう字使わないんですよ あと例えばそうですね漢字のテストみたいなんですけど歌詞っていう漢字が初め書けなかった、うん、あの手続きに歌詞があるとかって言うんですけど要は欠陥があるって意味なんですね歌詞があるで歌詞とかっていうのも法律的に、まあ、どういうふうに使っていいのかとかそういうのもよく分からなかったしあのもう何から何まで一番ちょっとこう衝撃的だったのは あの悪意意とか善意っていう言葉があるんですよで日常的に「悪意」とか「善意」っていうとまあ道徳的なちょっと意味合い含めますよね「い,い悪いっていうね「悪意と」とあの人に「悪意」があるよねとか使うじゃないですか。でこの法律の世界での「悪意」「善意」っていうのはそういう道徳的な意味全くないんですよ。知ってる知ってないだけなんですよ。悪意は知ってる善意は知ってない、まあ、知らないってことねで。それ以上の意味ないんですよ。 うん、だからその日常的に使う言葉と法律的に使う言葉の同じ言葉なのに意味が違うこととであと全くまあ聞いたことないって言葉なんかが結構あって初めこう本当に始める時に。 あの何言ってるかわかんなかったんですよね。いきなり特許法入ってはい何状何ねなん何状何行とか言われてもそれがねどういえばあの上行号っていうものもあれば上の次行がなくて号に飛ぶものもあるんですよね。でもっと言うと上の中に柱書きがあったりとかするものもあるんです。柱まあ柱書きっていうのは具体的な行とか号に入る前にその書いてることを言うんですけども。 でそういういいももののがあるななしの違いとかか全然わからなくてで、本当にあの知財用語辞典をこう片手に置きながら講義を聞いてるような状態だったので当然ついていけてないんですよね初め。だから初めにそういう条文の読み方法律用語の,あの意味とか、まあ、全体の関係ですよね特許法ってあの特別法って言われるんですけども民法とかがまあ一般法って言うんですよ。 でその一般法と特別法っていうものの,そのカテゴリーの違いも分からなかったんで何言ってんだろうなっていうのねところとかあ,のあってですね、まあ、とにかくもう本当は素人だったのでまず最初にこれ教えてくれとけば私その後違ったのになってことが結構後からあったんですね。でそういうことをやっぱり初めにやっとくべきだっていうふうに強く感じたので。 であの入門講座をもう担当する頃から全体構想の1回目はそういう法律基礎講座法学基礎講座のような形のものをあのやっています。これまあ私のののクラスの特徴の1つなんです,、ね、ですからまあそういう意味で多分理系の方たちは同じこう悩みというか。 法律ゼロから始めることに対しての抵抗とか、まあそういうことがないよ。ってことで。まあ口コミとかそういうのが広がったのかなと思うんですけど。まあ女性率が高いのと同時に理系率が高いっていうのがあの1つ特徴であります。で、まあそういうこともね。こうあのあるので、まあ、講義の中でも。 結構その図を使って説明したりとかフローチャートを使ったりとかあとこうマトリックスの表みたいなのを使って整理をしたりとか、まあ、そういうことを心がけてやっているんですが、まあ、それもこれも自分が法律ゼロからやったっていうことがあるので、まあ、そういうところにあのちょっとね影響があるのかなと思っています。で今日ちょっと簡単なレジュメをえと用意させていただいたんですけども。 え実際ですね、私もあのこういうレックの講師をするのと同時に、まあ、事務所から派遣みたいな感じで、えー、企業内に行ってセミナーをしたりとかすることあるんですよ。で、今だいぶそのある程度大きな企業であれば。 あの企業内弁理士という形で企業内に弁理士を置く会社が増えてきたんですけど、まあ、ベンチャー企業とか中小企業お客さん結構抱えてるものですから事務所でですねでそうなると当然資材担当者すすらいないみたいななみたところがあるんですねでそうなるとやっぱりその例えばアプリの名前一つ考えるのでもどういうことに気をつけてつけるべきかとか つけてしまってからも花からこれ無理ですよっていうよりもある程度こういう基準で作ってほしいっていうようなレクチャーをしといた方が当然効率的に上がってくるわけですよね。うん、だからまあそういうレクチャーをこう企業の中でセミナーの依頼なんかがあって <laughs> 法学基礎講座とかそういう知財についてみたいな。 まあそういうこうレクチャーをする機会なんかも結構あるんですけど、まあ、そういう時にお話しするテーマとちょっと似てるまあ勉強方法とか年収まで明らかにしないんですけどまあそういうようなあのところもあるのでちょっとそういうレジュメを引用する形で今日お話ししたいと思います。でまずえっと2ページのところ開けていただきます。で皆さんがまあ紅になろうかなどうしようかなってまだ迷われてる方結構いらっしゃってるのかなと思うんですけどテーマ的に見てもですね。 弁理士というのは、あの特許庁ですね。特許庁という、まあ、あの虎ノ門にある特許庁という綺麗なあのビルがあるんですけども、あそこに手続きの、まあ代理をして、まあ手続きをすることができる国家資格者なんですね。で、この知的財産権という言い方と、産業財産権という言い方の、この二通りよく耳にすると思うんですが、特許庁が管轄するのは産業財産権というものです。 で産業財産権というのは具体的には特許実用信案意装商標ですねこれらに関する権利を、まあ、産業財産権と言うんですがあと著作権なんかよく耳にすると思いますが著作権は文化庁が管轄になるんですねで文化庁管轄のものは、まあ、当然その特許庁の管轄はできないのでそこは産業財産権から外れて でも著作権もいわゆるその知財の一つなのでそこもひっくるめた形でもっと大きな言い方をすると知的財産権っていうカテゴリーになるんです。だから知的財産権の中にすっぽりと産業財産権っていうものが入ってでそのすっぽり入る産業財産権の手続きの代理が我々「弁理士の専権業務」という形になります。はい、で知的財産っていうのはなのでここちょっとレジュメですねあの書いてありますけども。<laughs> まず一番大きなカテゴリーで知的財産権と呼びますが、まあ、その中で、えー、とこの特許実用支援一升そして右側の商標ですねこの4つのところを産業財産権っていうふうにまあ言い分けて、まあ、特許庁が管轄すするものですねで。ただ知的財産をあのいろんな分け方でグループ分けすることができるんですが作ったもの要は創造物っていうカテゴリーで分けた時にはこの左側のカテゴリー で営業標識っていうのは作ったものではないんだけども例えば商標っていうのは、まあ、皆さんの身の回りにある商品のブランド名名前商品名とかですねあとサービスの名前会社名なんかがこの商標権で守られるわけなんですけどもそういったものはものやサービスを他社のものと区別する力を持つ営業標識といわれるカテゴリーになるんですね。 なので作ったものっていうあの考え方ではないのでちょっとカテゴリーの分け方が分ける。だから知財っていうのはいろんな分け方があって産業財産権とそれ以外っていう形の分け方ももちろんできるんだけども作ったものに関する権利っていうのと標識に関する権利っていうところの分け方ができてまあこういうあの いろんな、ね、ものが、まあ、皆さんの試験範囲じゃないものがいっぱいあるんだけども例えばこの回路半導体の回路配置とかこういうものは試験範囲じゃないし種苗法なんかも違います、うん、だからまあそういうあの試験範囲有無にかかわらず知的財産というのはその知的なその活動によって生まれたもの全てを言いますから。 まもっともっとこう上位概念のことを指してる。でその中で特許庁が管轄するのは産業財産権と言われて、でそれは今ここちょっと丸をつけましたけどもそういうものを管轄してるというふうに考えてください。で弁理士はま今言ったようにそういう専門家なんですけども。 え弁理士以外にも知財に関わろうとするときに選べる職種がまあたくさんありますどういうフィールドで活躍できるのかなっていうことなんですが例えば3ページの括弧1のところですが知財に関わる職種ですねで弁理士の他に何とか士っていうようなまあこう言ったまがいものなんですけどでそういうあの名前っていうのは法律上認められた資格ではありません。だから、まあ あの国家資格で知財に係るものは弁理士のみということになります。で、あと特許事務所とか法律事務所の中には知財に係る職種として、例えばま事務所員とか書いてますけど、特許事務っていうちょっとこう特殊な事務なんですけどね、そういうのを担当されている方もいらっしゃるし、あと登録取れるかどうかっていう事前調査をするところをま専門にしている調査員なんかもいます。あとはこの中にもいらっしゃると思うんだけども。 特許技術者という職種ですね。まあ、この人たちが特許事務所を支えていると言っても過言ではありません。うん、まあ、実際はあの弁理士法的には弁理士の補助業務っていう形になるんだけども、まあ、いわゆる特許を出願するための書類を書く人たちですね。特許技術者と言います。あとは特許の場合はまあ必須ではないんですが、大概の場合はま図面を一緒に添付して出すので。 その図面の作成者ととか、あと特許翻訳ですね。最近すごく多いです翻訳をされてる方が便利子になろうという方はすごく多くてあの今年の合格者でもたくさんいらっしゃって、まあ、そういう方っていうのはねあの語学に長けてるのでやっぱすごくね合格した後活躍されるんですよね。 で今年もたくさんあの翻訳者の、ね、方が合格されてあの私なんかそんなに合格得意ではない外国の仕事をしてた割にはそんなに得意じゃないのであのいいなと思うんですけどねトイ i ク900以上持ってる人とかも結構いますこの業界の人って。びっくりするような人結構いるんですけどで、まあ、そういうね特許翻訳をされてるような方たちも事務所の中にいらっしゃいます。 で、あとは、ま、企業の資材部員だったりとか、調査会社なんかもありますし、で、あと、最近流行りは、特許権取ったはいいけど、どう活用していいかわかんないみたいな会社結構あるんですよ。で、そういう会社のために、そのコンサルをする会社なんかも最近生まれていますね。で、ま、いろいろとその資材に関わる職種っていうのを選ぶことができて、まあ、皆さんは、ま、いろいろね、これから、あの、資材の仕事をしたいと思うときに、ま、こういう中で選ばれたらいいと思うんですけども、ただ、 やっぱり、その弁理士が、その中での一番の専門家であり、で国家資格を持ったあの、まあ、専門家であるということは確かなので、まあ、知財に関わる仕事がしたいのであれば、まあ、弁理士という選択肢が一番いいのかな、というふうには思います。私はまあ企業内にいたときは、企業内弁理士がまだいない時代だったので、あの弁理士というとも、全部外注だったんですよ。だから、自分の会社は、割とその知財に明るい会社だったとっいうのもあるんですけど。 あの顧問先が10社ぐらいあってでも専門でいろいろこうだから一生は一生の先生がいらっしゃったし商標の専門家だと23人契約してたような感じだったんですよね。ときゃもうそれ以外も全部56社使ってましたからあのいろんな事務所と契約してやってたんですけどもあの。 やっぱりその弁理士も専門があるんでオールマイティっていうのはなかなか難しくはあるんですけども、まあ、ただやっぱりこれから知財でやっていくっていうことになれば、まあ、単なるその事務所の中でまあ一つの役割を果たすよりも弁理士になってその専門性を高めるということが一番いいのかなと思います。で今のの知財検定っていうものが 割とね。人口も増えてきて、2級ぐらい持ってる方は結構多いと思います。この中にももしかしたらいらっしゃるかもしれません。で、うちもレックの職員でもあの全然その何て受講生とか受験をしてないんですけど、弁理士の受験とかしてなくてもまあ、その弁理士の。こういう何て言うのかな？パンフレットとか作ったりとかする。仕事をするにもまあ、ある程度の。そのね。弁理士とはなんぞやとか。知財とはなんぞやっていうことを知っておいた方がいいからって言って。まあ2級持ってる子とかいるんですけどね。 だからもう言ったらそれぐらいの専門性しかないって見られちゃうんですよもう今の知財検定2級っていうのは昔はまた人口が少ない時は知財検定っていうのは大体その企業の中で知財の実務をしていくのにある程度知ってるよねって言えるくらいのまあレベルっていうことで重宝されたんですよね。だから あの企業の知財部にいて2級持ってるって言ったら、ある程度専門性あるよね。っていう風うに見られてたんですけど、もう今は2級ぐらいだと普通によ。その部署に移動させられてますから、そんなあの専門性が高いっていうような感じではなくなってきていて、まあ、弁理士資格取っとかないと企業の知財部でずっとやっていくっていうのは難しいのかなという時代になってます。弁理士自体も増えてます。今ねだからまあそういう意味では昔とはちょっと違うかなというところがありますね。 で、弁理士資格を取った後に、まあ、どういう道があるのか。まあ、その仕事への生かし方ですよね。そこに、まあ、転職とかキャリアパスとか、いろいろ書いてありますけど、私は、あの、まあ、男性と女性とで、少しその辺の考え方っていうのは違うのかなって感じてます。自分はあんまりその深く考えなかったんですよ。正直、あの、知財部に配属されて、で、まあ、知財の仕事をしてたんですけど。 満足してたんですその仕事内容に面白かったしやりがいもあったし満足してたんですよで別にその時にじゃあ便利士になろうっていうふうに思わなかったんですけどあの会社の景気がものすごく悪くなったんですよね入社して3年ぐらい経った時から。でそうすると当然こう縮小っていうことでリストラとか、まあ、他部署への移動、まあ、あんまりその望まない部署への移動っていうのはまあ実事実上リストラですよね。 でそういうのが結構あって、で特にその女性の方いらすね結構いらっしゃってるけど、産休で休むじゃないですか。もう知財部には絶対帰って来れなかったんですよ。でそういう先輩をいっぱい見てたんで、あ自分が望む仕事をするにはなんか武器持たなきゃ無理なんだなっていうことをそこで身に染みたんですよね。で、まあその自分は知財の仕事しか知らなかったにしても、知財の仕事がすごく面白かったので。 ずっとこれやってていいきたたたなと思っっっんで、だったらやっぱり資格取らないとこれずっと私知財部に入れないわっって思ったんです。うん、で知財部に、まあ、いなくてもですよ便利士資格があれば、まあ、それこそいろいろ顧問先の事務所を見てますから事務所っていう選択肢もあるんだなっていうのも分かっていたので,で、まあ、そういうちょっとどっちかちょいうと保守的な理由でですねあの資格を目指すようにしたんですけど。 今の受験生の方を見てるとどっちかっていうとそのまあここに書いてありますけどもっとこう積極的に転職したいとかキャリアアップしたいとかそういう感じのこうポジティブな理由で弁理士資格取られる方が多いいかなと思いますだからこう転身図りたいみたいな今全然違う職種で全然違う会社にいるんだけどでも合格したら便利士として転身図りたいっていうような感じで。 受講生になられる方が多いので、あの今日も2コマ授業があったんですけど、あの受講生の中でおそらくですね。本当に今知財の仕事をしてる方って半分いないんじゃないかなと思ってます。それぐらい全然違う。職種からの受講生が今の時代増えているので、まあ、だからより結構ベーシックなところからお話をしなきゃいけない。業界の常識とかは当然知らない状態で入ってこられるので。 あの実務用語みたいなことはね。極力ちょっと使えないなっていうように感じてるんですけどもまあ、そういう感じで、あの弁理士資格を生かそうとされている方が多いかなと思いますね。で、この業界が求める人物像ですが、当然知財ってものすごく特殊な世界なので、あの知財の知識がなく、知財の仕事はできないです。それは弁理士資格の有無にかかわらずです。だから、私が知財部に配属された時に勉強しろって言われたように。 知財の,その部署とか知財の仕事に就こうと思うとやっぱある程度やっぱりベースととなななる知識がないいいけないで特に例えば企業内知財部であればですね主な仕事何になるかというとあのここに書いてないですけど、えーとね、またちょっと別の <laughs> いろんなガイダンスをやってるのでそこにまた出席してね聞いてもらったらいいと思うんですがあのどんな仕事が主になるかというとですね 外部の弁理士とで自分のところの要は研究開発部で発明が上がってくるじゃないですかでそれを外部の弁理士にこうまあ伝えるというかまあ出願するその橋渡しになる仕事っていうのがやっぱり企業内実務のあの大きなウェット締めるんですね要はその企業にいる弁理士だからこそ知財の知識も持ちつつ自社製品の知識も持っているだからその 発明者がした発明って、まだ世の中に出てきてない技術なので、当然、最先端の技術なわけですよ。で、それをやっぱり的確に把握して、できるだけ発明者の頭に近い状態で特許の申請をするべきですから。うん、だから、やっぱりその両方の知識を兼ね備えた社内弁理士が間に立つことによって、まあ、それがある程度、こう、やっぱり可能になりやすいんですよね。だから、その間に立つっていう仕事が結構主なウェイトを占めます。 あとは、まあ、タイヤ1個取っても特許券って10個以上入ってるって言われてるように1つの製品作るのに1製品1特許じゃないんですねだい大体い、まあ、車とか家電業界なんかはあの特にそうなんですけどそうなるとやっぱ他社の特許を使わせてもらうでうちの特許を使わせるっていうそのクロスでライセンスを結ぶってこと結構あるんですで業界によっては10件対10件件対ととかそういういライセンスを結ぶこともあります。 でそうなると当然まあ法律的な知識とでその特許でどこが重要だとかそういうこともまあ内容として分かった人が契約の,あの、ね、業務に就くべきなので、まあ、社内弁理士は割と契約業務というのも主になってきます。だから社外とのやり取りとかそういうのが増えてくるんですね。で私もあのその企業にいた時は、 自社で出願するっていう業務もまあ結構あったんですけどそれ以外にやっぱり社内の開発部との,その橋渡しだったりとかあとあのやはりその社外との交渉ですよねゲーム業界も結構ライセンスが大きい多い業界だったのであのライセンス交渉なんかも結構ありますしであとあのゲームってあのまあゲ,ームのゲームの種類にもよるんですけどフィギュアとか作るんですよ、うん、であとその攻略本とかグッズとか結構作るんですよ。 でそそうううした判件事業って言ってて言ういうこうライセンスですよね著作権絡みの。でそういう仕事なんかも結構あってですねとにかく会社に行って「おはようございます」って言うとずっと喋ってる誰かとずっと喋ってるような状態だったんですよねいろんなところとこう交渉したりとかするから。で今度特許事務所に移ると真逆なんですよ。おはようございますって言うともう自分のデスクに座ってずっと明細書書いてたりするからあんまりその発明者との打ち合わせに出かけたりとか。 まあ、あの社内での会議でしゃべる以外はほとんんどデスクにに座っっててパソコンに向き合ってる状態なんですよでそうするとねやっぱり期限が近くなればなるほどそこに没頭しますから「おはようございます」って言って「お疲れ様でした」って言うまであ「今日私誰ともしゃべらなかったわ」みたいなそういうあの業界なんですよねだから知財の世界って言っても自分がどの場所に身を置くかによって結構その内容が違うんです仕事の内容が。 で私はまこういう仕事をですねやってるからわかると思いますけど、あの人と会ったりとか人と話したりとかするのがすごい好きなんですよね。で喋るの大好きなんですよ。だから講師の仕事は自分で転職だと思ってるんですけど、あの全然苦にならないんです。もう長い時だと1日9時間とか講義するんですけど、うん、まあ喉さえ許せば平気なんですよ。あのテンション的にはずっと高いままで保てるぐらい好きなんですよ。だけども あの事務所だとやっぱりちょっとこう性に合わない部分があるんですよね。だから私の場合はだからその喋,ら喋りたくなくても喋らなきゃいけないこの仕事と喋りたくても喋れない事務所の仕事があるからまあちょっとこう自分でのこう、ね、心のバランスを取れてるんですけどだから皆さんの場合どちらかを多分選ばれることになるので自分が私に近いタイプだったら多分企業の方が合うと思う。 うん、でもいや私はじっと黙って書類書くの好きです文章を書くの好きです、ね、あのいろんなことを考えて商品の研究とかそういうのをされてきた方だったら多いんですけどやっぱりその一つのことにすごく掘り下げて考えたりとか研究することに長けてる方は事事務所の仕事がすすすごいいフィットすると思います、うん、だからどっちがまあ自分に合うのか大きく分けるとですよ うん、でもどっちも合わないっていうんだったら、まあ、それ以外にも例えば知財評価の世界とかも最近あってちょっと会計的な知識持ってますとか自分の、ね、私の受講生の方でも銀行出身の方とか投資会社にいたとかっていう方いらっしゃったんですけどそうすると会計知識持ってるんで便利、まあ、士資格取ったらちょっとそういう会計的な知識も踏まえて知財,あの知財の価値をこう数字にするっていうような仕事もあるんですね最近。 知財評価って言うんですけど、そういう世界でやってみたいとか、そういう感じで弁理士資格取られてる方もいらっしゃいます。うん、で実際私の教え子です。ごい人が一人いてですね。<laughs> あの弁理士資格1年で受かってで、その翌年に今度公認会計士1年で受かった人いるんですよ。で、その人は今そういう仕事をしてます。資材評価を主としたコンサルティングの会社を自分で作ってやってます。うん、でそういうまあ、道もありますよね。 だからいろんな道があるんでまあ便利子って言ってもあの本当にいろんな職種がありますということ。であとまあもしかしていらっしゃるかもしれないけどもしね語学に長けてるんだったら海外の事務所に勤務してる子もいるぐらい割とそのグローバルな世界なのでその外国語を生かすってことに関しては非常にいい業界かなと思いますね。うん、あの外国の会社ばっかりを あの扱ってますって事務所もあってでそういうところだと当然そのもうあのお客さんとの会話は英語とかになりますからでそうするとやっぱりその自分がそういうしゃべれるとかそういう読み書きが得意だとかっていうことになるとそういう事務所がフィットするしで、まあ、ちょっと、ね、年収持って話だからそういう話をするとあの外国の仕事ができるんであればかなり年収は高いです。 大体一般的にですけど特許の専門家で一人前になって、まあ、いつでも独立できますっていうぐらいの明細書の技術があれば大体平均的には年収1000万固いと言われています。でそれは勤務なのかどれぐらいの事務所に勤務なのか。 企業なのかによっても全然違ってくるんで、一千万という金額は、本当にまあ一般的にまあ出せる数字です。けども、例えば、独立して自分でやりますということであれば、当然、もっともっとになりますよね。だって、一件あたり特許って、一件出すのに、請求極の数とか、いろんなあの条件によりますけど、二三十万請求するとするじゃないですか。だいたい週に一本書くだけでも、まあ、例えば、三十万で週に一本だと、単純に百二十万ですよね。収入として。 で自分一人事務所で,で、まあ、誰も雇わずでパソコンと自分と携帯電話があればできる仕事ですから、まあ、実際そうやってやってる独立してる弁護士いっぱいいるんですけどでそうなると単純に人件費っていうのはない以上はですねあの特許事務所の経費ってほぼ人件費なので,でそうするとそこがない分ほぼ自分の身入りとイコールですから。 まあそういう意味ではもっともっとって感じになるんでしょうけどね、まあ、3日に1回とかあの3日に1本とか、まあ、1日1本書く人もいるぐらいの世界なのでそこはまあお客さんがつくのかどれぐらいの仕事の発注があるのかということによってきますけども、まあ、だから1,000万っていうのは本当にざっくりとした数字かと思います。 一一方でで商標とか一ですよ、ね、その文系分野と言われているところ技術じゃないところを担当される場合にはあのやっぱ単価が安いんです特許の出願に対して。ですから大体まあ7 8 0 0万ぐらいが平均まあ1 2万になればですよもちろんね1 2万になればそれぐらいかなというふうに言われています。うんまあ、大きな事務所の、ね、所長さんととかだと本当にあの 長者番けに乗るような人がいるぐらいですから本当にピンキリの世界なので何とも言えないところはあるんですけどねだから大きな事務所で本当に働けども働けどもとかって言ってブツブツ言ってる人なんかもいっぱいいますけど、うん、ただまあこの業界っていうのはお客さんがいて名書書く技術さえ腕がつけばですね、まあ、要は職人みたいなものなので独り立ちすれば。 あのそういうことはなくなるわけですから、まあ、自分次第個人事業主という,ふうに考えた方が妥当なな職種かもしれないですよねただやっぱりそういう場合多少やっぱりお客さんつくつかないでリスクが負いますから今の合格者の方はほとんどあまりね独立を好む人はあまりいなくてですねこないだもクラス会があってうちのクラス会100人ぐらい来るんですよ OBOG も含めて。 でそうクラス会の時に独立,した独立して成功してる教え子がいるので,でその子が来てくれたんですけどでそこで「将来独立したいと思ってる人どれぐらいいますか?」って言ったら4人しかいなかったんです100人も来てるのに。うん、でそうした時にちょっとがっかりしてて「いやもっとみんな夢持とうよ」って稼げるよとか言ってましたけど、うん、だけどまあいろいろね、あのー、自分の求めることってね人によって違うから。 企業の中で満足してる方はそこに便利資格を持つことで例えば定年前ちょっと前ぐらいになると取引のある事務所に甘くだったりとかそういうこともできるから、まあ、だから企業内にいるときに取りたいという人もいるし、うん、まあ私みたいにあのもうちょっと消極的な感じでもう知財のね仕事をずっとやりたいからみたいな人もいるしで女性の方だったらねやっぱりあのすごく自由が利くんですよ資格があって実務ができたらあの在宅も可能ですから。 あのちょうど先週私1週間前に10年前の合格者の子とあの何人かでちょっと食事をしたんですね忘年会に呼んでいただいて。でその時にあの1人その女性の子1人がお二人もお子さんそれから生まれてあの10年前に合格した時はまだ新婚さんだったんですけどでそこから10年経ったんでもう8歳の子とで6歳だったかなあのお,お二人お子さんがいらっしゃるんだけど。 もう、ね、下の子もある程度大きくなってはいましたけどまだね在宅でやってるって言ってましたね週3日あの在宅でやってでまあ,あのどうしてもやっぱりね週1回ぐらいは事務所に行かなきゃいけないみたいで,で自分の都合でそういうふうに仕事させてもらってるって言っていて。 まあそれもこれもね便利子資格取れたからだよねっていうような話をねしてたんですけど私もやっぱりあの出産のタイミングでそういうふうに事務所に譲り聞かせてもらったりとかしてましたしあの非常にやっぱり働きやすすいいいなっていうふうに思います企業だったらちょっとそ,そ,ういうそこまでいくかっていうのはありますけど特許事務所はすごく働きやすい環境ではありますよね。自由ががくっていいうのあると思います、はい では、えっと、次にちょっとと勉強の話を少ししたいと思い思ますで、えっと、4ページからは、まあ、ちょっとその特許とは商標とはとか、まあ、そういう話をしてるので、まあ、ちょっと参考までに見ておいていただければと思いますが、まあ、要は講義の内容みたいになっちゃうのでねでここからちょっとそのじゃあ便利子になるってどれぐらい大変なのかなとか、まあ、どうやったら、ね、合格できるのかなっていうことを、まあ、ちょっとお話ししようかなと思います。 えっとレジュメは十二ページ十三ページちょっと開いておいてもらったらいいかなと思います。で、まあ冒頭に言ったように、私はこの皆さんの多分お手元にあるあのパンフレットはベーシックコースっていうもののえっとパンフレットだと思うんですね。まあこれから勉強始めて一年で合格しましょうっていうそういうあのコースなんです。で、実際やっぱり一年で合格する方というのは全体の一割くらいなので。 そうするとやっぱり2年目以降に突入される方がそれまあ多いわけですよね実際。で2年目以降の方たちを、まあ、中上級者っていうふうに呼んでるんですけどでそちらの方も私の方で担当していて土曜日がこのベーシックで日曜日が中上級のコースって形で担当もロムも全部あの見てるんですねコースを担当してます。でまあね、だからこそその 2年目に突入する人とじゃあ1年目で受かる人の差って何だろうとか、うんまあ、そういうことをやっぱり肌でやっぱり感じることができるので、まあ、なのでまあ大変ではあるんですけどやっぱり両方見ておくべきかなというふうに思ってやってるんですね。でベーシックは13ページにちょっとカリキュラムを書いてあるんですが入門講座というものがまず34ヶ月あって。 でそれと並行して途中から論文基礎力完成講座とものが細々と週1回ありますで一番大きくなるのが最後の「担当基礎力完成講座」っていうところで、まあ、今もっかその「担当基礎力完成講座」を今日2コマやってきたんですけどもでこの講座はまあ名前の通り担当合格を目指すための講座ですでただ「担当基礎力完成講座」からじゃあやって受かるかというと実際無理なんですね。 なんでかとというとやっぱりベースがあってベースというのは入門講座ですけどその、まあ、趣旨とか、まあ、趣旨に根付く要件とか効果っていうものがまずあってでそこからまあよりその本試験に近い知識ということでまあ少し細かいんですよねこの,あの弁理士の試験の問題って。でそこにやっぱり徐々にこう移っていくっていう形じゃないとこれはねあの法律の勉強の基礎なんですけども法律っていうのは あのよく「木を見て森を見ず」っていう言葉をことわざで聞いたことあると思うんですがまさしくその通りでまずまあ森を見ましょうという感じなんですよ。体型条文というのは並びに意味があったりとかかグループに分かれてたりとかするんですね。章とかで,でそのまず森を見て、ね、森がどんな形をしててどういう種類の木があるのかなっていうことをまず見て。 でその上で個々の「き」という条文を見ていくっていうだんだんその上位概念から下位概念にこう落とし込んでいくっていうのが法律の勉強の,あの、まあ、基礎なんですね勉強法の基礎なんですよですから入門講座ではまずその体系的にどうなってるのかってことを見た上でで、まあ、その個々のグループっていうものがどういうグループがあるのかで、まあ、条文どういう条文があってそれってどういう趣旨で必要とされてるのかとかそういうことまでを入門講座でやります。 で今度その上でどういう要件があってでその要件っていうのも条文上の要件とで条文から外れる例えば審査基準っていうのが特許庁が公表しているものがあるんですけど、まあ、審査をする基準になってるものですね審査官が使っていくものですマニュアルです。でそこから出されることもあるしあとは判例裁判例ですねそういったものから出されることもあるのでその条文プラスアルファのところまで膨らますっていうのが この担当基礎力完成講座なんですでそれはやっぱりベースがあるからこそ理解できることでいきなりやっぱり短,短基礎って言ってるんですけど基礎からやるっていうことはやっぱり難しくてなので REC ではこの「ニューロンタン」って言ってるんですけどあのこういう同じ内容ですよもちろん違う勉強するわけじゃない同じ法向を勉強するんだけども3回転という形で入門講座 で論文基礎力完成講座担当基礎力完成講座って形で3回回して完成させる1年,の1年合格を目指すっていうカリキュラムにしています。で共通したテキストとであと回数とかそういうものは各本校同じなんですが、まあ、そこから今度はまあ講師によって配布物だったりとか まあ使い方なんか同じかもしれないですけどねあの当連編だったら当連しなきゃいけないとか講義編だったらインプットだとかそういうことは同じだと思うんですけどやっぱりその短期合格させるためにどういうものを使い でどういうあの手段でいくのかっていうことはやっぱりそれぞれノウハウを持っているはずなので,で私は、まあ、あのかなり年も長くこの業界にいますからで特にその中上級の方たちを見ながら逆算すれば初級でこれやっとくべきだよね2年に突入しないためにはこうするべきだよねっていうのがやっぱはっきりとあるんですねでそういうものをあの、まあ、色濃く結構出しています。 ですから配布物ですねそういったものについてちょっとね紹介をしていきたいと思います。で、えー、とレジュメは15ページに「ノートミレシピ」というふうに書いてあるかと思います。でこれは今日多分一緒にパンフレットと配布していただいたこの「ノートミクラス」の10大フォロー制度っていうねこの中の「三種の神器」って書いてある1番目にこの登場するフォロー制度の一つなんですが。 これは簡単に言うと補助教材サブテキストですでまさしくこれが、まあ、中上級者のちょっと色を出してるんですけど2年目で習うことだから入門講座とか、まあ、レックのこの1年目のコースのテキストだけだとちょっと足りないよねっていうことをやっぱりちょっと差分でか感じるところがあるんですね2年目の講座持ってるからこそ。 でも1年目でこれやれるよねっていうことをレシピの方でやりますいやレシピの方に掲載している感じ。だから割とちょっと難しいことを書いてたりとかするまあそのプラスアルファだからちょっとステップアップしたものなので少し難しいことを書いてることもあるしあとはそのまとめているっていうそのノート ノートで自分でこう要約してるような暇はもう1年合格者にはないですから短期合格しようと思うとやっぱりこちらでまとめたものを使うっていうのが一番なので、まあ、そういう意味でこうちょっとまとめみたいなところがあってですね例えば20ページ開けてもらうと重要な制度の定義趣旨最短バージョンって書いてますよねでまさしくこれがそうなんですが覚えなきゃいけない定義とか制度趣旨っていうのがあるんですけど。 自分でテキストから要約するとやっぱり誤訳というのかなあの正確性を失うことともリスクししてありますしで時間だからまあ私の方で作ったものを使っていただくというそういう趣旨で、まあ、こういう趣旨集定義集みたいなものを載せています。うん、であとは一番うちのクラスで特許取りたいと思ってたぐらいなんですけど25ページにちょっとマトリックスの表みたいなのがあってっ勉強してない人だとね全く何もわからない表なんですけど。 これね実は画期的なんですよこれ私もう本当に絶対誰にも真似させないと思ってる表なんですけど衣装っていろんな出し方があるんです衣装っていうのは物品のデザインのことを言うんですが普通に物品のデザインとして出す場合もあればこの物品のここに特徴があるんですって指定して出す方法とかいろんな方法があるんですよ。でそれをまあ全体衣装部分衣装部品の衣装組み物の衣装って言ってるんですけど 登録要件、例えば、先に出願した人が全体で、で、後ろで。遅れて出願した人が部分意匠として出願したときに。これらの、まあ、三条とか九条とか三条の二っていうのが登録要件なんですが。これらの適用があるのかないのかということをまとめた表なんです。で、これは条文だけではできないんです。条文だけだと、割り出せない、け、あの、結論なんですけど。どこに答えがあるかというと、審査基準なんですよ。 でお家に帰ってて審査基準見てもららったら分かるんですけどもうね膨大でぞっとするようなものなんです審査基準って。うん、でそれをじゃあ全部行ったり来たりしながらねできるのかっていうと相当時間がかかるんでこれをまとうん、嘘みたいなこんな簡単な表なんだけどこれを使ってうちのクラスでは絶対間違えないようにしてます。 一生のそののそ登録要件の判断をで繰り返し繰り返しいろんな形でまあこれ練習させ,あのさせてるんですけど、まあ、そういうあのちょっとノウハウっていうのかなそういうところにもノート見レシピに入れていますで次に「学習スケジュール帳表」っていうのがその三種の神器の二つ目に書いてあるんですがこれがですねレジュメで言うとちょっと見本載せてくれてるんですが一番後ろのページかな。10月日日から19日まで といいうふううふに書いてああるるのがあると思うんですけど、ね、うん。でこれは担当基礎力完成講座に入った時日から開講日からあの本試験の前日まで毎週毎週ずーっと私配布するんですよ1週間分。で今日もあのあ今日のやつはちょっと後ろに置いてきちゃったんですが結局これ実際うちの受講生が使ってたものを置き土産で置いてってもらったんですけどこういうあの。 これだけたまるんですこれだけの、まあ、スケジュールになるんですよあのその終わ,る終わりまでね一枚一枚ためていくとで,1枚1週間なんですねでこれ見てもらったら分かるように土曜日が講義なので日曜日始まりの金曜日終わりになっていてで今はちょっともう大事な時期にかかってるので。 調整日っていうのを設けてないんですけど走り出しの頃っていうのはどうしてもやっぱり一番大事なところをやるんでこの29条とか 30, 30条とかね特許法でこの辺すごく大事なのであの取りこぼしをして欲しくないから金曜日は調整日って置いてるんです要はできなかった日取りこぼしたものを1週間の間で何とか調整するっていう趣旨でやっていますで、担当試験の合格法って私あの単行本出していて読んだ方もいらっしゃるかもしれないけど 何が担当試験で一番大事かっていうと知識のピークを本試験に合わせるってことです。知識のピークを本試験に合わせるこれが一番大事。簡単に言うとね。で簡単に言うけど難しいんですよ、うん。自分の知識が一番入った状態を本試験に持っていかなきゃいけないってことなんです。でも人間の頭ってそんな簡単にはできてなくて忘れやすいですよね。で何を覚えるかでも忘れやすいことと忘れにくいことがあるんですよ。うん、で例えば皆さんも ね、学生時代とかにいろんな科目の勉強されてきたと思うんだけど例えば文系科目と理系科目ってざっくりと分けた時にどっちが頭に知恵定着しやすいものか例えば方程式を使って解くで解けるようになったことってなかなかやっぱりあの抜けないんですけど英単語とととかかか漢字覚覚えたことって覚えたたこてそばから忘れていきません、うんまあ多分ね受験時代に <laughs> 英単語とか覚えるので苦労したと思うんですけど。 まあでもそれ普通なんですよねですからあの特許法の中でも解いて正解を出す条文ともう単純に覚えないと仕方がないものっていうのがあってどっちを先に持ってくるかというとやっぱり解法系なんですよ処理をするっていうことを先にできるようになることなんですで一回できるようになるとそれはずっと抜けないからでも単純に覚えなきゃいけないことってあるんです例えば特許権の侵害をしたときには罰則の適用があるんです 罰金刑と懲役刑もしくは陛下っていうことで両方稼いだ場合もあるんだけどそれは10年1000万なんですね特許権の侵害って。でそういう数字だったり間接侵害だったら5年500万だったりするんですけどそういう単純な数字部分って確かに厳密にはねこう突き詰めれば意味あるのかもしれないんだけど試験的には意味ないんですよそこは。もう覚えればしまいだし覚えないとどうしようもないんですよ。でそういうことって結構あってうん。 でそういうものはもうどうしてもね、やっぱ覚えたそばから忘れていくんです。そうするとやっぱり覚えてられる期間を考えて、後ろの方に持っていくべきなので、そういうスケジュールの組み方、どの時期に何をやるのか、一条からやってたんで受からない。受からないです。私の中上級の受講生でね、今年は受講生で、面白い人がいるんですよ。結構ね、長いことやってるんだけど、始め、やっぱ調子よく始めるんですよ。でも一条からやるんですよ。 でやっぱり最後の東京って最後204条なんだけど、うん、最後までいかないんで,でまたう、うん、次の年落ちたらまた1条からやるんですよだからねやたら28条ぐらいまでが詳しいんですよ <laughs> で後ろすっかかんみたいなね <laughs> そういうのいますよ、うん、でやっぱりねどの時期に何をやってるのかってすごい大事で頭の入れる順番ねそれもやっぱりノウハウの一つなのでそこはやっぱり私のそのノウハウですからそれをまあそのね スケジュールという形で提供すると。だからこの通りにやってて落ちるはずないって私も自信持って言えるんですけどただやっぱり受講生に言わせると時間の確保これがねやっぱりねネックになるんです。社会人の方だから私のスケジュールは10月から年末まではだいたい2時間なんです1日の勉強量が平日で,で休みの日日曜日は56時間とってねって言ってるスケジュールなんですよ。で年明けたら2.5時間から、まあ、人のその深度によって3時間とってねって形なんですけど そうするとねえ2時間だったらやれるわって私は思うんだけどもでもねやっぱり会社のポジションだったりとか出張が多いとかご家庭があるとかいろんな事情でやっっぱりな、ね、ななかなか取てくれない、うん、で別に電車の通勤時間入れてもいいんだよって言ってますしお風呂入ってる時間も入れてもいいんだよって言ってますし別にその、ね、机に座ってないとできないことばっかりじゃないので。うん だから電車の中で読んだっていいんですよ。条文読もうねっていう宿題であればね。だからそういうことをやっぱり細切れの時間をうまく使いながらだいたい平日2時間ぐらい取れるんであればぜひやってもらいたい。弁理士はそれだけ取る価値があると思う。うん、あのこないだもそのね10年前の合格者の方ねあの一緒に食事した中に一発合格者の方と結構長くかかった方の両方がいたんですよ。 で、あっという間だったよね。っていう話。まあその1年合格者の方にね。あっという間にもう合格しちゃったよね。って話になったんですけど、あの苦労された方は苦労された方で。でもそれでも取って良かったって。やっぱり言ってましたよ。うん、あの企業の知財部の方なんだけどね。大きな会社の企業の知財部の方なんだけど。 それでもやっぱり取ってよかったと思うし、まあ、一発で合格した子なんかは逆にも一発で合格してすぐ実務に入ってそんだけゆずきくその二児の母なんですけど、ね、ゆずきく仕事できてるから本当にもうラッキーって感じだったみたいですけどでもあの苦労してでも取る価値がある資格と、まあ、なんだこんなもんかと思う資格とあると思うんですよね。私もいいろいろ 受けたことありますあの情報処理の資格なんかも受けてますしあと行政書士のねって資格なんかも持ってるのでなのでいろいろ受けたことあるんですけどでもねやっぱりその人生を変えるぐらいの力があるような資格っていうのはそんな簡単なものじゃないし。 やっぱりある程度長期戦で臨まないと1年はやっぱりそういう生活をする気持ちじゃないと受からないと思うでも1年そういう生活をすれば、ね、そういう資格が得られるんであればあのそれだけの価値は絶対保証しますだから簡単に取れるものからっていう人もいるんだけど私は意味ないなと思いますそういうのは。 だから要はあの簡単に取れるものはそれぐらいの影響力しかないので、うん、ですから、まあ、ぜひですね特に、まあ、女性の方多いですけど今日ね特にあの女性の方にはねもうぜひ挑戦してもらいたいなと思います私同じ女性だか分かるんですけど絶対全然その男女のそういうあのなんだろうそういうの感じたことないです全く女性だから不利とか絶対ないしあの仕事ですし、うん、それは。 仕事面でもそうだし収入面でもね収入面でもそうですよそこはもう全く平等なのでですから、まあね、このスケジュール見る見た時に多いなと思うか少ないと思うかよくわかんないですけどそんなに多くないと思うんですけどねでもね2時間取るっていう努力はしてもらいたいなとどこかのね。 通勤税1時間かかるんだったらそれ1時間入れても,もちろん構わないしでどうしても取れない落ち方できないって言うんだったらお昼休み1時間あるとこを30分削るとかそういう努力がやっぱ必要かなと思います。うん、でよくねお子さんがいるからより一緒に寝ちゃうんですよっていうママさん多いんだけど、うん、朝1時間早く起きまましょうねって言います、うん、それしかないからもうだって取る時間ないですもんそれ仕方ないですもん。 あと男性の方だとやっぱり営業職とか疲れてるとね付き合いがあるから夜飲んで帰るんですよね。でそうするとやっぱりね飲んだくれて勉強できない。これ私も飲んでただから分かるんだけどもう飲んで帰るとやっぱりね気持ちよく寝たいですからただねできない。だからやっぱ朝なんですよね。朝取られる方多いです。でもそれで取れるんだったらそれで頑張ってもらいたいなと思います。 でスケジュールと一緒にあと3種の人間の3つ目は「N プロシート」っていうものなんですけどこの「N プロジェクトシート」っていうのがねあの正式名称でみんな「N プロ N プロ」って言ってるんですがこれはまあレクの,、ね、あの方がこれ見て「先生これ本,本にしたらいいんじゃないですか?」って言ったぐらいのものなんですよ。で何かっていうとこれもノウハウハの1つなんですが、 条文って、時ほどだけね、240あって、多分ね、ぎょそれだけ聞くとぎょっとすると思うんですけど、平等じゃないんです。良くも悪くも。平等じゃない。条文同士が。だから、まず、ほとんど出ない条文もあるし、ね。で、条文だけでいいものもあれば、逆に審査基準まで必要なものもあるし、で、あと、判例まで絡むものもある。あと、条文の中には、 主体・客体時期手続き効果から条文成り立つんですけど担当試験でね勉強時間ばっかり取って受からない人っていうのは出るるるとととこころろ勉強しててがずれてるだけなんですよ条文の中で例えばねその条文番号のところで4条ってあるじゃないですか。で客体と時期と、まあ、丸がついてますよね。あこれ商標法ですよね4条ね。でこのの条っていうのは もう全部暗記しなきゃいけないんです。こっちじゃない方がいいかな。特許法の方が分かりやすいかもしれないんですけど、うん。で、全部暗記しなきゃいけないんですよ。で、例えばこの挟み込んでる方かな。これも挟み込んでます。このペライチのやつ N プロセスと挟み込んでますね。これで言うと、まあいっぱいな丸がついてるもので言うと、例えば七条の二とか、これ全部こう丸がついてますよね。 で、丸がいっぱいついてるものと多分ついてないものとかあるんですけど、これは条文の中でまあ、出る出ないを示した部分なんですけど、主体要件出るよ。客体要件出るよ。時期的要件出るよってことで、まあ、条文の中でここを覚えなきゃいけないよ。ってことを示したものなんですよ、うん。で、そこがやっぱりずれてるとなかなか受からない。時間ばっかり取っていや、そんなことを覚えても出ないよね。っていうことですね。はっきり言うとね。 でももそれが分かるのは、もちろんその、ね、合格した後に講師やってるからそれが分かるんであって、まあ、皆さんにそれ分かれっていうのはもちろん酷ですからだからそこをまあ示した部分ですよね。だからまあどちらかというと講義で扱うというよりも自分が勉強する時にあここって覚える部分だっけなスルーしていい部分だっけなっていうところの目安になるようなシートです。ですからあの、ね、合格のね合格 あの1回でもね。担当試験を受けてみられたら多分わかると思うんです。そのズレが怖いっていうことはね。だから、うちのクラスはまあ、今中上級のクラス私担当してるので、それでもちょっと減りましたけど、かなりその失敗したよ。そのクラスとか他の本校まあ、他の学校ありますよね。弁理士のね。で、そういうところで失敗して受からなかったっていう人がで。 あこれでやりたいって言っ,てさ、まあ、言ったらその本来中上級者者初学じゃないいい人が来るっていう率も実は結構高いんですよ一回受けてみるとこれも結局ここなんだなっていうのが多分分かってもらえると思うので,でそういうところも一つあの特徴にしてます。でその3つをですね「三種の神器」って呼んでいて、まあ、これをまあ副教材、まあ、サブテキストみたいな感じで講義にあの入れていっています。 あとはまあ事務局の方からもね、いろいろとあのうちのクラスのまあ重大フォローっていう形でやっていますけども、あの紹介があったかと思うんですが、あの私の方からね、最後に10番目にオフィシャルサイトとラインアットの紹介を書いてあると思うんですが、あの、多分ペラでもこういうの入ってたと思うんです。で私、あの、オフィシャルサイトを持っていて自分の個人の。で、そこで、 まあ自分がこう日々ちょっとしょうもないこととかも書いてますけどブログを書いたりとかあとあの水戸橋にはいろんな講師がいて私の教え子の講師がいてでうちのクラスの中の人たち対象にゼミをやってくれたりとかいろんなこうあの ななんていうのかなクラス内でのいろいろフォローをしてくれてる人たちもいるんですけど一、まあ、人あのチューターこのフォロー制度にも載ってるチューターなんかもいてでその人たちがいろいろ記事を寄せてくれてたりとかあと合格者の声の欄なんかもありますのでぜひ、まあね、見てください、うんでまあ、こういうとこが良かったよとか私の講義のこういう使い方良かったよとかいろいろ合格者の声載せているのでそのをぜひ使ってもらったらいいかなと思います。 あとはまあアットですね、これはまああの簡単な情報しかもちろん配信しないんですけど私,からはあの私は返信しないんですけどあの分かりますよねこうあ返信というか皆さんからはあのメッセージを送れない LINE ですけどね LINE、うん、アットというのは。 こっちからこうちょっとこう告知だったりとか緊急ではあの連絡したい時によく使っているのでぜひ、まあ、登録してみてもらえればと思います。情報い,いろいろ得られますのでで便利です、はいまあだーって喋っちゃいましたけども、まあ、今期ね初めてのガイダンスなんですよね。で私もまあ長年ねこうやってるんですけど今年はちょっとね開口日が早いんです例年に比べて。 でまあ、それはいろいろ理由もあるんですけどあのうちのクラスって一番いつも開口日が遅くてで遅いんだけど結構一発合格者の率は高いいと思います。だから勉強期間他のクラスよりも短いはずなのに合格者の数は変わらないからそうすると変わらないからっていうかまあかなり多いのでなのであの一発合格をもっともっとねちょっと増やしたいっていうのもあってずっと私あの。 言ってたんですよ開考日早早めてほしいっていうふうに言っててで今年やっとまあいろんな事情が重なってそれが可能になったのでまあ、ガイダンスもねちょっと早めに一発できるようになりましたであのやっぱり一発合格メーカーとしてやっぱり短期合格者をねどんどん出して早く実務に就かせてあげたいと思ってるんですだから勉強とね実務って全然違うんですよ、うん、で長く勉強したら実務もすごいできるようになるかって全然別物だから。 そうじゃないってことも肌身に染みてわかっているので、まあ、早く合格した早く実務について早く仕事を覚えてねと思ってるんで、うん、だからもうやっぱりね一日も早く受かることだと思うんですよね短期合格することだと思ってるんですでそうなった時に、うん、やっぱり大事なのはいつ始めるかってこともすごく大事ですで、まあ、今言ったように、ね、一番最後のクラスなのに開講日最後なのに一発合格の率高いんですよっていうふうに言ったのは あのやっぱりねそのいつからやってるかってことすごく大事なので,すでこれ裏付けが実はうちのクラスもあってあのこの時期にちょうどガイダンスに来てで例えば今日申し込みされるとしますよね。でそうするとあの先取り受講という形で、まあ、実際もう講義が Web で見れるようになるんですね。で今年のの一発合格者の方たちって基本的にそういうい そうあの先取り受講をされてきてん,だんですよでもうちょっと早くに去年はガイダンスをあのちょっとやってたんですけど1回目やったんですけどその時にまあ言ったら受講番号1番号の方ですよねでその方はあの女の子だったんですけど担当試験54点で受かって60点満点の54ってそうそういないんですよ言っときますけど。 そうそういないもう本当にトップで合格って感じなんですけど54で,で論文の成績ももう抜群にあのもう余裕で受かっても一発合格で抜けた女の子がいたんですけどあのやっぱりですねあその中にもしかしたら載ってるかもしれないですね今年の合格体験記であれば載ってるかもしれませんけどあのやっぱりその先取り受講をする意味っていうのは開口日にゼロからじゃないってことなんですよ。 で特に特許法は難しい一番大きな法域なので開講日までに一通りのことをやって開講日2回目の方が絶対習得は早いんですねでそれがやっぱり開講日初めましてでじゃあ今日から頑張りましょうだとやっぱ、ね、現実なかなかか難しいんだと思いますだから大体やっぱ一発合格される方っていうのは先取り受講されて早くから始められる方です。うん だからまだまだ開口日先だからいいわって言うんじゃなくていつ申し込んでも同じなんだからだから早くやっぱり始めてもらった方が私の講師の立場としてはいいかなと思う。レックの方はね正直早く早く申し込まれるとね早期割引ってすごい大きいんですよレックって。だから高い人に申し込んでくれた方がいいのかもしれないけど、うん、でも私はそうもう売り上げ関係ないんで。 もうとにかく合格率を高めることだけに注力してますからそうなった時には絶対先取りだろうと思ってるんですよねだからもう本当に今日帰って明日から始めてほしいぐらいですねそしたら合格率はもう一発で行く合格率はかなり高まるんじゃないかなと思ってます。 はい。では、あの、これくらいで私の話は以上になりますが、まあ、あの、もしですね、何か、あの、聞きたいこととかあったら、お話、のさせていただきたいと思うので、まあ、ぜひ、あの、お声がけいただければと思います。はい。では、今日はですね、あの、クリスマス前のね、連休の初日ということでお、お天気もね、ちょっと雨が降ったりして、今日ね、どれくらい来てくれるかなっていうの、すごい不安だったんですけども、 あの皆さん来てくれて本当にあの私あの嬉しいなと思ってますあの、ね、特に大体この年内に会える人っていうのはあのそのままモチベーションが高い人たちなのでそのまま結構パンと一発とかねでってしまうので。 まそういう意味では私としてもね皆さんすごい有望株だと思ってますのでまあぜひねあのいいスタートが切れるように頑張っていきましょう私も皆さんがね一発で合格できるように全力でサポートしていきたいと思いますはいでは今日はねあの本、ー、当足元も悪い中ありがとうございました、えー、ぜひ、えー、ねまた開考日にお会いできるのを楽しみにしています皆さんお疲れ様でした。